さて、スリルを楽しんだし、この後どうすっかなー。帝国で死にかけの従属を5000くらいぶっ込んだからねー。良い成果を得られたわけだし、次はどこに栄養しに行こうかなー。やっぱり帝王新候補の国だよねー。国の質は比較的に良いし、しょぼい国と違って法もしっかりしてるからクズをしっかり隔離してるパティーンが多いし。となれば善は急げってやつだ。もうちまちまと中小企業狙うのもあれだ。行くぜ、大物、大企業、メルトリアの国へ。さあ、アポ取ってないけど面接に来ました。何か程よいお仕事ないっすか。こんな仕事でも見てるだけなら何でもできます。みだらな行為を見ていろって言われても見てます。安心してください。特別な訓練受けてますんで。一番やりたい仕事は罪人の面倒を見ることっす。まずっすからね。面倒くさい奴相手にしてワクワクしちゃうんすよ。私。ねえ、誰かいないの？ただ話してるんだからさ、ちょっとは顔を見せてくれてもいいじゃん。感じ悪いぞ。は、ちょっと規模がでかいからって偉くなったつもりなのかねえ。大企業の社長でも所詮、社長。って肩書きを知られないとただの一般人じゃん。違うんだよな。肩書きだけで優劣つけてさ、本当のカリスマってさ、肩書きなくてももうそのオーラでわかるもんでさ、もううぬぼれが過ぎるんだよねー。いつからそこにいたか知らないけど、影薄い人もそう思うよねー。難しいお話ですね。どんな弱者にもいるんで黙らせるのは容易ですが、品がない。必要ならば身分を隠す状況も私には必要と思いますね。油断メルトリア。どうぞ、好きなところで座っていなさい。好きなところって、椅子一つしかないじゃん。それで、見るからに怪しい私をここまで連れてきたのはどんな気まぐれ。普段から相手されないから話し相手が欲しかったとか。メリア特会関係にあるあなたをもてなすのは母として当然だと思っていたのですが、まさか別のことで歓迎されているとでも。へえ、さすが、私を見て即座に気づいたか。ごめんごめん、正直舐めてたわ。帝王神。パトがもうメリア奪還で躍起になってるわけだけどさ、何、あなたは私の敵になりたいの？久しぶりね、私に対して敵対心を向けてくるなんて、あの時は私も色々盛んだったと思うわ。今も思い出す、帝王神の座を狙って躍起になって、戦いの日々を過ごしていたあの時をね。バガーの思い出話を聞きに来たんじゃないの？私に仕事をくれって言ってるの。罪人とかいるでしょ？それか今監禁とか軟禁してるやつとかさ、いるよね。確実に一人さ。そうね、でももしあなたがメリアを逃がしたりしたら私の計画に支障が出る。あなたの目的を明確にしておかないと了承できかねないわね。ああ、それはない。絶対にありえない。ああ、この椅子硬いわ。私のモチモチを尻には合わないね。ちなみに理由は明白。白馬の王子様が頑張ってお姫様を助けようとしてるのに邪魔するなんて野暮どころの騒ぎじゃないっしょ。メリアは幸せ者だねー。間違いなく一番愛されてんよ。同じ愛情でもメリアだけは一線を越えてる。他の専属神よりも依存度が並外れてる感じ。母として何が心配なのかねー。放っておいてもあの二人くっつくよ。わざわざここまでしなくても得られる結果なのに。曖昧は好みません。昔と違ってパトの周りには女の匂いがプンプンしますからね。誰が一番であるか、今この時にはっきりさせておかないといけませんから。二番目以降は負け組です。それは特別ではない。神界は一夫多妻が主流、故に一番にこだわらなければならない。メリアは帝王神という世界の一番になる必要はない。だけどパトの世界で一番になってもらわないといけないんですよ。やだねー、娘の恋愛ごとにちょっかい出してくる親ってー。自分の分だけ作ってんじゃないよ、よこしな。あなたの配属は長男のトアに任せるわ。せいぜい満足するまで働くといいわ。衣食住だけなら提供してあげるから。わかってんじゃん、あと去り際に聞きたいんだけどさ。私を見てどう思った？思ったことは、パトの才能は本当に恐ろしい。メリアもおそらく無自覚とはいえ、ここまでのポテンシャルを解放しているとは思ってもいませんでした。私以上はいるぜ。いいこと教えておいてやるよ。私はパト様の専属神が持つ世界の主としての序列はせいぜい5番。いや、人数もいつか加わるなら6番くらいかな。総合的に見ればメリアが一番だけどさ、能力という観点で見ればメリアは専属神内でも真ん中程度。残念ながらその体現者が私なんでね、自覚してんすわ。来るよ、一番か、メリアなんて鼻で笑うような、能力面で化け物級、パトの専属神にふさわしい最後の器が。なるほど、真の目的はラストピースを埋めに来たってわけですか。そういうこと、準備してるのがそっちだけとは思わないこと、こっちもしっかり準備し、この状況を利用させてもらうよ、きっと最高の場面を作れるよ。ラストピース、可能性が高いのは地球に向かっているリトアとメアトロの二人のどちらかが持ってくるということを暗示しているのか。メリア以上の化け物、それすなわち私以上の能力ポテンシャルを持つということ、面白い、ぜひその世界の王と対峙してみたいものだ。シリノア、カルテニャン、ビエル。
次開いて、世の中は本当広い、強さの限界が存在しないからね。そんで、君が私の案内をしてくれるんだよね。どこ配属かな。あまりメルトリアをバカにしない方がいい。いくらメリアから生まれた存在とはいえな。家族みたいなもんだろう。ラフに接して何が悪いのさ。まさか家族内で上下関係を大事にしてる口。2位がシャシャンナ、1位と2位でこの大差理解してる。お前は1人で強いのかもしれないけど、1位は周りも強くする。1人には何事にも限度があるって知らないほどバカでもないだろ。そうだな、子がどれだけ優秀でも繁栄に導けるかは別問題。どれだけ優秀な配下を受けるか。だがお前みたいに己の力を過信して望まぬ溝を作ろうとしてる愚か者は少なくとも優秀とは言わないがな。望んでないんだ。私はいつでも風穴開けるつもりだったのに。ザッコ、ここまで言われても圧を与えるくらいしかできないってことはさ、もしかして弱い。下品だな、美しくない。そんな品のない罵倒では怒りも湧かない。程度が知れた。どうせ妨害してもメリアのところに行くのだろう。邪魔してやらないから好きにしていろ。楽勝。程度の低い挑発をしたら呆れて扱いが適当になると思ってたよ。それじゃあ遠慮なく。さて、あと少しでお姫様のいるお部屋か。感慨深いね。よく考えたら対面するの初めてなんじゃないかね。メリアとどんな話をしようかな。帝国の話をしたら食いつくけど、そんなつまらない話をしてもな、正体をバラす楽しみもとっておきたいよな。ふっひ、そうだ、パトの元カノという設定で話したら修羅場になるかな。メリアのこと放って他の女と。それ事実か。止まれ不審者。誰の許可を得てここまで入ってきた。許可証か何かを見せてもらおうか。あっちびっこ、難しい言葉が使えて偉いね。でもそもそも許可証という制度がないから、できてから使おうね。本当メリアが来てからうざい奴が次から次へと。ストレスでどうにかなってしまいそうだ。悪いけどこの国のトップから許可もらってるんでね、面倒な勤務を代わってあげようって話だよ。お偉いさんはどうぞ自国でふんぞり返ってくださいなっと。目上の人間にその態度はないだろうが。あ、なんかした。え、なんかしたよね。わあ、超痛い。骨折れた、頭蓋骨折れた、心臓破裂した、もう肝臓がいかんぞ。よし、リアクションよし。まさか帝王信仰補様から一撃をもらっておいて無反応なんて失礼なことできないしね。さすが私、栄養の心得を理解してる。あの不審者、あの一撃をもろに食らって涼しい顔、雑魚じゃないな。あの一撃は信用でも当たりどころが悪ければ気絶ものなんだけどな。いいか、むしろここまで侵入されているのは上の問題。どうせメリアのところに行ってるし、面倒ごとが面倒なところに行くだけだ、問題ない。いやー、なめてたわ。まさかただの一撃で私の中の10人が14人くらい瀕死状態、即回復させとかないと。さあ、念願のもう一人の主様との対面か。ドキドキするなぁ。私を生み出した主だし、きっといい感じに狂ってていかれてるんだろうな。うんっす、日雇いバイトで派遣され明日乗るんでーす。パト君の専属神たちの世界で私の強さってどれくらいなの。認めたくないけど私の次だね。ただレフォンとリフォンセットでの話だけど。二人だと雑魚、最下位、相手する価値なし、ギャンブラーはヤギの乳でも揉んでな。言ってくれるね、絶対にギャフンって言わせてやるもんね。住人がいないと力が発揮できないくせに。いるかねー、負け犬ギャンブラーの言葉って飛距離短い。いいもんね、次ギャンブル大会開いてみんな倒しちゃうもん。ちなみに私は運のなさには定評があるんだけど、どうでもいいから次回もお楽しみ。逆にもほどがあるでしょ。